上皇様がきょう23日、日歳の誕生日を迎えられました。宮内庁によりますと上皇さまは天皇皇后両陛下が即位の行事を滞りなく終えたことに安堵する一方台風などによる災害で現在も避難生活を続ける人々がいることに心を痛められているということです。体調に変わりはなく、 来年3月までに予定されている港区高輪への引っ越しの準備を日課とされ、週2、3回は新たな論文の作成に向けて長年続けてきたハゼの研究にも臨まれています。5歳では日本各地の祭りや風景、人々の暮らしを紹介するテレビ番組をよくご覧になっているということです。